古い部屋を二段ベッドで二つに仕切って、小さな窓も二つに仕切って、谷底みたいな私の部屋の小さな机、半分だけの空を見ても、いつも同じ丘と高圧線、半分だけの空、あの丘からこっちを見たら、団地の中の一つの胸のありきたりのたくさんの窓のその一つの それとも